うわ、うん、そしたら、続きまして、この生千枚。めっちゃ楽だ。幸せやろって、これから幸せになるよって言われたんよ。はい、というわけで水島に今日は来ました。また来るとは思わなかったですけど、ウルソンさんが最後に、寄りたいということで、このすごいテンション上がる明日帰られるということで、そう、今日のお店です。これ、今日こちらの方にね行こうかな。安い店。ここに行こうかなと思います。あれ、予約で来ました。あ、どうも、はい、いらっしゃい。来ました、今日も YouTube のまま。カメラ2つ持ってくればよかったな。あ、持ってきない。うわ、マッコリマルペン。やば。ね、ラストというか。何がラスト？ラバ。僕今日運転するんで、今日お酒。ハイボールだ。ハイボール。はい、わかります。いやー。はい、です。今日は疲れたね。ね、いや、ね、でもまあ適当に行きましょうか。豚チゲで、豚チゲと、冷ややっこ2つ。冷ややっこ、これまた美味しいですよ。生千枚。生千。なるんですよ。タレは辛いやつか縮みやつか、どっちもこれ、どっちもこれ。はい、お願いします。ベーラめっちゃうまそうやもん。全部ちょっとね、あんまりここ見てるだけ、うちの会社の人間帰りに寄るマジで。いや、でもぜひ朝方までやって。久しぶりに言うけど目が美味しい。これで、このおネギを乗せて、うん、うまい、うん、いい、もうこれ、うん、うん、さっぱりね、うん、なんかザ・つまみ、うん、月嵐、座敷嵐、嵐、三好にある。はいはい、どこへ粉で行ったんよ。はいはいはい、すげえよ、すげえ寒いし、寒いし、人がすごい人がいる。そんな流行ってる、なんかワードの着物が貼ってから、テレビで見たこと、テレビでしょって結構あるね、すごいらしい。その見てもらったよ、バッと見てもらって、あなた150までいきますって言われて、150までいけるの、うん、滝が映っとったよ、滝がドラゴンってことあ、心霊写真みたいな感じで、タツタツタツが、今は幸せやろ、これから幸せになるよって言われたんよ。
黒部のベリー。で、ペタツの絵が映っとって、うん、普通だってペタツフレンズだけど、ペタツがマッチしてイメージだよ。でもな、すげえな、怖い。そう、一人で行くとこじゃねえわ、こっちの部屋は。じゃあ行くしかない。すごいよ、あの、絵のあれなんだよね。いろいろ、どこに行って、2人、6人だけ映っとったってみんな普通、なんもなかった。歌手続きまして、この生千枚見てください。なかなかやっぱ いただきます。でしょ、でしょ、味が分かりやすいですよ。辛味噌、今回はこれで飯いけるね。いけます、全然絶対だもん。僕は絶対もちろん、もしよ違うって全然もう、めっちゃ楽だもん。そこ半数に、これに焼くね、コーヒーだけ砂糖2個とミルク1個。これちょっと、味が効いとるし、懐かしの。熱いから、それ見ながら。最高っすよ。いただきます。夜飯で中華屋の人めっちゃうめえよ。めっちゃうめえよ。めっちゃうめえよ。そしたら大きいのが無料ない。もうね、季節は一気に秋になりました。秋っていう一気にもう、そうね、気温がガクンと上がった。朝方とかも10度以下ぐらいですね。豚チゲというか、いやもうこの時期からの鍋系がね、いいんですよね。よし、それはいつもやるよ。初めて。うまい。辛さもちょうどいい。うん。一つでお願いします。辛めでしょ。辛めで、激辛の、はい、お願いします。辛いの好きなんで。はい、ここでお知らせです。
スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おー、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。おい、辛いじゃろこれ。いや、でもそんなには。うん、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 髪の毛抜けるし、うん、寝れるし、うん、もうええときに便利だし、便利便利だし、ゴルフするなら便利言うから大丈夫だよ。みんな見せますよ。明日起きない。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また明日。ありがとうございました。待っておいてください。また来ます。はい、ありがとうございました。マジでめっちゃうまかったでしょ。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様です。今日はこんな感じでしっかりいただくことができたので。美味しかった。なんかでも、おばちゃんにね、タツが、あ、そうね、見えたらちょっと意外な、この予想外な今日の、ね、ネタはなんかそういう縁起のいい、なんか一番持っていかれた感じがあるよ ねいいところ。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。